かりいただけただろうか。ということで、ジャイロ池のジャイロ、ついに長野県だけじゃなくね、沖縄にも上陸でございます。ちょっとね、カメラがさっき倒れかかったんで、抑えながらのオープニングをやらせてください。というわけで、沖縄のね、名護市にございますルクソールさんがジャイロ池を呼んでくださいました。ありがとうございます。で、沖縄といえばやっぱ花々ですよね。で、昨日下見も来たんですよ。そしたらね、ここに入るだろうっていうところを見つけてあるんで、で11番引きました。まあね、本命はちょっと抑えられちゃってたんですけど、対抗がね取れましたね。うん、まあきっと掴んじゃうんだろうな今日も。うまいんだもん俺。はい。でな、うちのチャンネルってどうしてもスロットの視聴そのものが良くない上に、さらに花々だけで視聴が取れるかっつったらノーだと思うんですよ。やっぱね、呼んでいただいたお店様のためにもやっぱね、しっかりと視聴を取らなきゃいけないということで、まあ1日スロット多分ないです。後半はたまに行きます。何に行くかもまだ考えてないですけども、うん、ただここで問題点が一つあるんですよ。僕やっぱ上手いんで、読むのがね、多分掴んじゃうんですよね。掴んでしまった時に、果たして視聴者のために、視聴のために、そして視聴者の皆さんのためにたまに移動できるかどうかね。掴んだのをね捨てるってできないじゃないですか、パチンカス、スロッカスは。そこの問題があるんで、それをどうしようかっていうところですね。どうなるかはこの後お楽しみに。つかサムネで分かってるね多分。ここまで行ってさ、掴めなかったら恥だよね。というわけで、実戦開始まで、ドキドキ。よいしょ、さあよいしょ。狙いは一つ、ベッピンさんやで。イメージガールだそうです。取れるかなあそこ。昨日の下見で一つ狙い台があるんですよ。あ、狙い台の一つだ。おはようございます、結婚してください。さあどうなるでしょうかね。やっぱみんな花々行くんかな。でね、ここね、50番のよ。50番まだ座れる。あ、ここかな。はい、ということで、まずは沖縄っつったらね、花々なんで、これを打っていきたいと思います。で、僕のぶっさくな顔なんて映さなくていいから、よし、これでいきましょう。はい、ということでね、やっぱ沖縄といえば花々で、下見するとき僕が見るのが角1、角2、角3、そしてど真ん中でございます。他のところを見たときにちょっとね、絞りづらかったんです、どう入れていくのか。で、角を見たところ、角にしっかり当たりが入ってて、なおかつここと裏にあるもう1台かの角が出てなかったんですよ。で、絶対にでもカード入れてくると思うんだよね。そうなるとカードは8台やったら1台は入れるだろうと、昨日の状況から見てもね。今ガクンした、死人できねえって話だったけど、ガクンしましたね。ということで、設定は1から6まであって、設定6で 110%。 ただね、ちょっとジャグラーよりボーナスが重いんで、設定6でも合成が136分の1とちょっと重めでございます。で、花々打っててうめえなって思ったのは、スイカのがね、取りこぼすんですよこいつ。初めて実は花光ったよねこれ。はい、これなんか薄くね、気づかなかったんだけど、いつ光ってた、もしかしてもっと背後に光ってた。こんなに薄いの金花って。ドゥーン、レギュラー癖。あ、ビッグー。あ、バイブしないんだ先行と違って。やべ、9ゲーム早い。やっぱこれぐらい光るよね。あ、じゃああれ特殊点灯なんだね。薄くてびっくり、いつ光ったか後で見てみよう。ということで、で、花々は僕世代だと、あの、沖縄ってイメージがあったんですけど、で、花々っていうと4号機の頃とか、あの、ななみさんっていうね、ライターさんが借金返済で旅打ちしてたんですよ。すげえ人気があって、その漫画僕も読んでたんですけど、まあそこで沖縄のことも触れてたんですよね。でね、4号機の頃はね、沖スロは基本的に本州になかったっすね。4号機の終わりぐらいかな、30杯っていうこのデカコインが本州にも現れたの。それでも僕沖スロって打たなかったんですよ。ノーマルでも花々を打つことはほとんどなくて、初めて花々触れたのが取り木にいた時だったかな。こうなったらスイカがチェリーなので、左にしっかり狙ってチェリーですね。で、スイカははっきりと設定差あるんで、はい、ということでビッグ終了で、変な出方をすると思ってるんで、すぐ光るんじゃないかと期待してます。やべ、そこ見落としてた。ここ何色だった、ちょっと見ましょう。設定変更されたら 80% の確率でフェザーランプが白以外の色に点灯。ちょっとチェックしてみましょう。赤ですね今光ってたの。まあ変更の起こってことか。やべ、やっぱうめえじゃねえの俺。やべ、スイカだこれ。これがね、うまいと思うんだよ。光れ、光った。
これじゃあ外れてたかもね。これスイカ取りこぼしじゃなかったのかもしれない。ビッグでしょ。ビッグですね。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。あれ？はい、はい、ビッグ。ありがとうございます。そう、このように変な出方するんですよ、こいつ。スイカ1個取りましたね。で、スイカは7を狙えば。よし。これでスイカ1回。で、払い出しが14枚で280枚なので、ビッグが1回で20ゲーム。だからビッグ2回で40ゲームなので、で設定6だと32分の1、設定1で48分の1スイカね。だからビッグ2回に1回は揃ってくれるペースでいったら OK でしょうね。でビッグ中のスイカ1回と今40分の1ですね。ドーン1ゲームぐらい来ねえか。まあね、あんま深く考えなくていいですよ、ハナハナなんで。で割とジャグラーじゃなくてハナハナに力を入れてるお店って今本州でも割とあったりするんで、ただ正直1日打つのは本音言うとしんどいかなと思ってる。ちょっと飽きてくるんだよね。はい、でまずスロットの早く回すかどうかってすごく大事なんですよ。1時間あたり隣の人より30ゲーム多く回せたとしたら、1日12時間打ったら360ゲーム多く回せると。そうなると合成120分の1の台だったらボーナス3回多く引けるんだよね。じゃあどうやって回すのを速くするかっていうと、この台どうやら一周押しができるようなので、できますね。だから一周押してピシピシ打っていく。でウェイトを必ず効かせて打つ。例えば今リップ揃ったよね。この時にメダルを20枚ぐらい一気に入れてボンって打つと、長いことリール止まってたじゃない。その時間をねさっさと回しちゃった方がいいんで、要はウェイトは絶対にかかるんだけど、そのウェイトをこうやってねちょっとで、今ウェイトちょっとかかったけど、この場合はウェイトうまく使えてるんですよ、ウェイトの時間を。だから上手い人はこうやってベルが揃った時は、やったぜ、レギュラーかな、ベルが揃った時は追加入れないで、ベルが揃わない外れの時に 4,5 枚入れて回していくってのをやります。で次レギュラー引いたんで、中段に7ビタ押しして、あとは追加を目押ししてください。青かちょっと弱えな。ただ根拠としてはこの台今のところあるんで、一番大事なのノーマルタイプで打つ場合は根拠なんですよ。そのお店の信頼度と根拠ね。最初の反応も良かったしね。でレギュラー後にトップランプがの色が、今のは白なのそれとも違うのということでね、回していきましょう。ナイス、よく光ってくれました。はい、よし、光りました。レギュラー、くせーレギュラーですね。危ない、飲まれる寸前。250ゲームレギュラーでございます。はい、見よし、失敗で10回チャンスがあるのでなんとかなります。僕でもできるんで、皆さんならもっと簡単にできると思います。緑か青、緑ときましたね。赤が出たらいいとか、そんな感覚でいいと思います。これでビッグに化けにですね。サイドランプは白のままだったかと。ハナハナ打ってて、ここばっか見ちゃうから、たまにこっちの子に注目してあげることがある。かわいそうじゃんこの子。おお、気持ちいいぜ。ハサミ打ちレギュラーです。緑、これでビッグにバケさんですね。で本当に この子はね、ストック機みたいな出方するなって思うことがあります。1ゲーム目これね、なんかね10ゲーム以内に光る気がしてるの。今すっげえビンビン感じるこいつからオーラを。ありがてえ、しかもこれビッグだね。やったーね、20ゲーム。あー、ありがとうございます。ナイススイカー。これで3つだね。あ、2つか。2つ、60ゲームで2つだから30分の1だね。リップさんね、ネタで言ったらネタで言ったらやりよった。きた、あの巨人の星ってリップ3連するとチャンスで、リップ4連でボーナスだったんですよ。で次でリップいてやりよったって言ったらやりよったわ。どっちだったの、もしかしたらリップ重複だったのかな。ああリップ重複の可能性あるのか、ビッグだから。行ってみるもんだ、102ゲームビッグ。やったー、やっべ、このままずっと鼻鼻打ってていいよな、もう今日パッチング打たなくて。やべ、スイカか、あチェリーか、なんだこれ、あれ重発する。ごめんね、ちょっと今この時間利用してリップ返ししなきゃなというところで。おおおおおお、どっちかな、レギュラーか。赤菜の場合ね、挟むと面白いんだよね。つかあの目で必ずレギュラーってするのかな、なわけないよな。赤か、
青1回や緑2回赤1回良さそうだね。でビッグ4バケ4です。これで120ゲームレギュラー。やべこれもうやめる理由はねえんだけど、どうしよう。あーやっぱ2円スロットでもカードがいい感じだね。だからねルクソルさんの攻略は個人的に乗るカードだけ見てりゃいいかなと思っちゃったりするね。絶対に入れてるっぽい。毎日ブロックで分けて考えることもありますね。ずっと死んでる台の上げ狙いとかそれやってり勝てます。僕がそれで勝ってるんで今ね素直に上げ狙いしてます。はい、今255ゲーム超えました。で今のところ構成119でございます。ビッグ4バケ4でございます。沖縄って営業時間長いから1万ゲームチャレンジとか1万2000ゲームチャレンジやりゃよかったかな。失敗しましたね。ただ単に花々打つだけだと。あーもちろん大丈夫ですよ。ほら光れ、光ってね。これ出目でわかるんだよね多分。あ、しっかりと差し入れ持ってきて、はい、あー素晴らしい差し入れが、ありがとうございます。あの防御性コンプリートしたら大丈夫ですか。もういいですかね。いや防御性コンプリートは別のお話で、やっぱ甘木譜はしっかりと いただいておかないと。ありがとうございます、ありがとうございます。やった期待値の塊だよ。本当に本当にね人としてどうかと思うこの仕事。パチンコ打ってくっちゃべって甘木踏まらうというねクズのやる仕事です。本当すいません、ありがとうございます。まさかの沖縄。そうなんです。そうで来月再来月もあるかと思ったらメスが何でもないです。女どもに取られてました。これからも見てください。ありがとうございます。さあ回していきましょう。いやお声掛けありがたいです。しかし本当にクズのようなそんなお仕事でございます。ただあの僕は許してもらいたい。さあ悪いジャーロ君が顔を出してきたぞ。やばいぞ。久々に行っちゃう。後輩のライター君も月収7万だったと。俺たちはそういうきつい時代を生きてきたのに女はいいですよねっつってと可愛くておっぱいありゃすぐにデビューで パチンコすると勉強中とかいい。そんなんで許されて本当にムカつきますよねとか。その話題になると僕はすぐにヒートアップし、やっちまったやっちまった嬉しいけど今の動画使わなきゃいけない。さあ女の子を敵に回す。はいピーク。この目だと必ずレギュラーなのかな。ドンしかもこれそのまま揃ってた可能性あるってことだよね。へえ。ああ気持ちいい。あーここに止まるのかなビッグにとって。あースイカかチェリー、チェリーか。あスイカですね。あーもう一回スイカ。もうこれ掴んだべ。スロットで大事なのってあのない設定録を探したところで絶対につかめないんですよ、ないから。だからねみんな4号機時代はすごかったって言うけどほぼ万枚いっちゃうような機械割りの6なんてそうそうないんですよ。ない店の方が圧倒的に多かったです設定録なんて。で今はあのデータカウンターで上使ってるかどうかは割とバレるんでそういう点でもね手を抜けないんですよ。ノーマルってマグレフ機がないから勝つってことだけを考えたら割とねダメな時代じゃないかもしんないね。ネギビギギャラいくらかな。はい飲まれました。飲まれて今追加投資中でございます。500ゲームを超えました。どういうことですかね。でこの真裏にある昨日へこんでたカード台出てますね。あっちだったか。でもやっぱね常連さん分かってんだろうな。僕11番で入ったけど抑えられちゃってましたからねあっちの台で花々先行で合成111が空いてたから移動するか悩むとこだけどこのね決断も大事なのよ。でノーマル用に収録してるとねやっぱいろいろ思い出すんですよね。こういうことを言うとジャンバリさんかな苦情くらいかもしれないけどいやちょっとお話しさせてください。あの二郎さんの花火事件です。この人出してこんなことしちゃうんだっていうのを思ったんだけど実は当時思ったのがあれ台本だったんじゃないかっていうことね。今ってスマホでさ打ち方見られるわけじゃん。でバー狙いをしてたわけだから花火の打ち方もね一応ググってたはずなのよ。バー狙いの時の主なリーチ目ぐらいさ調べるじゃんつか出てくるじゃん。であれで知らねえっておかしいと思うし、あとカメラマンさんがね誰も花火のリーチ目知らないってありえねえと思うんですよ。あそこまでリーチ目見ようとしてたら実はリーチ目ですよって教えて くるもんなんですよね。あのカメラマンさんも結構パチンコスロット好きな人多いんで俺すらしないってのもどうかなと思ったんで
もしかしたら台本、要は知らないふりして叩かせたみたいな。これね、あの撮り鉄業界で結構あって、ミステリー作家さんかな、電車のことを一つだけ間違えて載せると、あの撮り鉄さんたちが叩くために買ってくれるんで売り上げが伸びたらしいの。だからあえての炎上狙いであんなことしたのかなって思うんだけど、それだとしたら相当演技力すごいんですよ。だから答えは出ないんだけど、ネタでやってたんじゃないかなって。どっちなんだろう、本当に知らなかったとしたらそれはそれですごいかもしれない。まあ一番受けたのが、あのあチェリーで光ってチェリー重複ですねって言った瞬間、その前に入ってたよって。いやーでも炎上狙いだとしたらマジでうめえと思うっていうお話でした。で600円も超えたんですけど、どうしようかね。これこの俺がノーマルタイプで負ける、それはねえよ。ノーマルのプロやぞ俺。おおジャスト10,000円、680。どうなんだろうね、合成確率考えたらここまでハマるのはもう中間ビッグかな。ありがたや。追加投資450枚でしたね。設定6の合成が136だっけ。5倍、5倍ハマりか。ビッグ5回で追加4回落としてるしな。いろいろ考慮するとあると思うんだよね。あやべ、これ追加だな、チェリーいるのに。やっちまった。だからこれスイカ5回目だ、喋ってると。そうなるとビッグ6回でスイカ5だから、捨てるにはちょっと早いか。どっかでこういうのがあるとね、自信をなくすんですよ。今合成159、ビッグ6化け5。おお特殊点灯。あーこれでね、やっぱね俺サンダーがこんな目で、この下段に7するの好きなの。なんだこのファミコンのロックマン、ジェロックマンじゃねえな、なんだろう、コナミさんのゲームみてえな曲してんな。よし、これとりあえずなんとか戻って、マイナス100枚ぐらいまでなったか。あら、やべえ、スイカやったか。いや、これやっぱ掴んでんじゃないの。おう、これリチメか、緑かで、緑が4回、赤1回、青1回から必須か、お前3、5、1、どれだ。おお、レギュラーかな、今滑ったからレギュラーか。レギュラーだ。これ赤フラッシュ欲しいけど、いやもうこれ奇数だな。となるとスイカ確率と、まあ合成から考えるに5、これはちょっと3の可能性もあるって考えるとちょっと追っかけづらいな。はい、で今日まあこれも3かなって思うけど、これが悪い例でございます。うん、あかんなと思ったら50枚でも100枚でも本当は流すべきです。まあもう偶数じゃないってことはおそらく間違いないと思うんで、緑ばっか出るから。で一応飲ましちゃおうと思うけど、やっぱ沖縄にはそうそう来ないし、このメダル交換してもって思ったら光った。ああ、ビッグね。このメタル交換したのしてもってあるし、どうすっかな、このビッグ終了後でやめちゃうか。はい、意地で突っ張った結果、そろそろノーマルます。最初は勝ったと思ったんだけど、これがノーマルの腹立つところでもあるけど面白いところでもある。となると僕今日もし激へこみ狙いしてたら、あ、ジャイロさんそれダメです、お前さ微妙なところで光んなよ。しかもレギュラー黄色ということで、飲まれたらどうしようかな。とりあえず店内チェックだな。でもまだ投資としては500枚なので全然リカバリーは効く。ということでデータとしてはこんな感じです。まあサマイが約498枚、サマイが出るね、データカウンターって素晴らしいね。じゃあちょっと店内を見て回ってみようかな。まあもうこの時間だとノーマルは空いてないんですけど、この朝抑えられちゃってたんだよね。あれでも今日先行の方が強くない。ああでもからくりとか人気だな。で北斗も朝、うわもう9回引いてる、入ってんだな北斗も。さま見ていきましょうか。まあリゼロだろうな。あー左も綺麗だから多分リゼロはこれいけるね。まどかちゃんラッキートリガー開いちゃってんのも相手に。まどか開いてる。あ、いたこいつとこいついるじゃん。あずれ、よししばくぞこの野郎。はい、ということで天敵アズルレンちゃん行ってみまで思います。でカスタマイズはささっとね、まあ叫びジャンスとかほっといていいと思うんですけど、この入賞時無音が
先バレと同じなんだけど音が無音になる。信頼度は先バレと一緒です。 40% ボタンブルブルとかもいいですね。先バレこれも信頼度が 40% になります。で複合モードで高度 G モードってのが激圧予告の占有率が下がる、で信頼度は上がると、こういうのは僕は好きです。まあ今回は入れずにいきましょうか。エンタープライズアップモード、信頼度が 70% から 90% 激圧アップモード、あ激圧予告の発生率がアップってことはこれは逆に占有率上げるってことか。まあ先バレのみでいきます。でラッキートリガーってなってるけど僕これスペック見たらあのレロ00ないんじゃねえのって思っただけなんですよね。要はへそで当たったら時短が必ず100回もらえて、その時短100回で引き戻せば大当たりでラッシュに突入なので、ラッキートリガーっていうよりライトミドルの009ってイメージですね。なんでわかんでももうラッキートリガーってつけりゃいいってもんじゃねえと思うんだけど。ジャベリンは？ジャベリンといえばで、まあ、スペックはライトミドルで当たれば必ず2ラウンド時短が100回で、その時短100回中は199分の1で、そこでぶっ刺せればラッシュに突入する、で ST 回数は130分の1と、で ST 中は82分の1にアップします。だから継続率は 80%、 ラッシュ突入率は 40% です。やはり100回転で199を当てられる可能性ですね。ですいません今回あんま時間ないので4時半がギリなんですよね。いろいろ考えると5時半にはもう空港向かわないと死ぬんで、そこまででなんとかできりゃいいけど、ラッシュ入れられないかもしれないです。ね、前作の約500分の1のアズレレは本当に無理だったんですけど、これは200分の1で図柄が揃うんで、アズールレーンバランスって言ってもこれだったら僕楽しめると思うんですよ。前作のは500だったからなんだかんだ早々バヒューンこねえ上に疑似算した時に金が出てなきゃはいごめんなさいっつって、ねえ金が出ました、エンタープライズ来ました、それでもやらかした台だったけど、これだったら間も持つんじゃない。だから割とね打てそうな感はありますね。なおあくまで自分が打ち手台を打ってるんで、こういう時に回転率を求めるのはナンセンスでございます。ラフィーちゃんじゃねえよ。こいつがまたムカつく。歌うなあと歌をやめてくれよ。おい何これキッショイ歌、何してんのこいつら。お前早く戦争しろよ。日本やばいんじゃないの本当に。あすいません、アズルレーン大好きな皆さん、僕こういうの本当無理なんで、特にねこのラフィーって女がまず腹立つのと、あとユニコーンっているでしょ、この2人がとにかく腹立つ。あちなみに演出は前回を踏襲してるんでほとんど変わりないそうです。はい、1万円で先場で来なかったです。やっぱダメですねこの台、俺のことを嫌いだし、俺も嫌いだけど。おおやっと来た。14000目、潜入保留前もありましたね。ではここで注目演出なんですけど、サクッと言うとエンタープライズ関係です。だから先読みの図柄でも7絡みの先読みチャンス目は強いし、エンタープライズゾーンも強いし、とにかくエンタープライズが来ること、あとは赤保留がかなり強くなってますね。で信頼度見るともう激アツなもんがすげえ多い。で潜入任務中の場合多分先読みをチャンス目とか出さないんじゃないかな、潜入ミッションが来ちゃうんで。で必ず大回戦 SPSP に行きます。でその時の法則もあの500分の1のやつと一緒で、赤木とカガカはチャンスアップ、高タイトルのチャンスアップやテロップのチャンスアップが出たら当たりですけど、タイトルの場合はなんと多分ストーリーいったら外れがあるんですよね。倒やった、エピソードいったら外れるとかないよな。しばきたいですね。であの赤木だったり加賀だったりエンタープライズだったりはあの第二次世界大戦特にミッドウェー海戦に出てくるので、アズルエンって多分ねミッドウェー海戦前後の舞台のはずなのよ。でそうなると赤木と加賀は沈没してるんで、君ねだから君があのエンタープライズに勝つってのがおかしいの、君は撃沈してるんだから。うわ出たー、イライラする。ああダメだこれ弱っ。まあテロップが変化してたらいただき、でエンタープライズが来るかどうかと、まあ、カットインで外れるときはこうやって夢も希望もないままドゥーンってやってね、どうさ、はいお疲れさん、はい当たりましたないと。いやーちょっと楽しめるかもって言ったけどやっぱイライラするわ、やっぱイライラするわ。なんでカグ今カガだったよね、なんでカガに負けてんだよ。カガと赤木はそうロストするんだけど、要は沈められちゃうんだよね。
エンタープライズは確かね、沈められないんだよ。その役割を終わるまでね。だからエンタープライズは強くされてるんだけど、あーでもエンタープライズいねえから加賀に負けても不思議じゃねえのか。ジャイロ技研のジャイロです。アズールレーン、アズールレーンじゃねえよ、しばくぞこれは。おー来た、早いじゃない。でも保留が変わってねえよ、ダメなんじゃねえの。ということですぐに先バレが来てくれましたけど、保留が変わってない、先読みも出てない、微妙。あ、ちなみに前回やったチャージはないです。まあとりあえずもう SPSP には行きますね。さあ次は誰かな。加賀に撃沈されましたけど、次は赤城に撃沈されるのかな、このアズレネとかいうチーム。ネクソー、さあ金が出るかどうかです。金が出るかどうかです。多分出ません。つうかエンタープライズくれよ、ダメくせー。もうやる気が感じられねえんだよ、どうせ赤だべ。金金金、ほらブスども。あのね、ドゥーンだけはねマジ許せねえ。あ、無理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 。はい、お疲れさん。あ、ダメだ、やっぱ200分の1でもダメだこれ。あ、当たったらエンジンやめてやれマジで、口調つったら当たるか。赤城でしょ次は、本当に赤城だよ。オーケーのってことはやっぱイギリス艦隊だよな、クイーンエリザベスだし。はい、どうせノーマルカットイン、お疲れさん。はい、加賀に負けて赤城に負けるこのダメ艦隊、もう引退したら役立たずな艦隊。よっしゃ、何してんのこいつら、あんなさドヤ顔でさ、あんだけ、あ、どうもありがとうございます。いつもいてます。ありがとうございます。アズールレーンじゃねえよ、あんだけ人数抱えてさ、たかが一席ロストできないって何やってんのこいつら。もうエンタープライズが来なきゃダメだったら、もうお前ら何のために生きてんのっていうかね。あのここで真面目な話していくと、あのエンタ、あのなんだろう、艦隊でエンタープライズだけが強すぎるってダメなんですよ。カッコ激化されたらもう無理じゃん。役に立たねえなこいつら。でもいろんな艦隊いるんだね。こいつは可愛い。ほらまたなれや、文句言ったらこいつなることが分かったから。可愛い、あ、可愛いとか言ったらやっぱりジャイルさん好きじゃないですかって言われるんで、ここはカットしておいてください。うわーきっしょ、うわきっしょ、うわきっしょ。あ、こいつらはいい。でも多分、うん、あのラフィーと綾波は人気なんだろうね。弱者男性が好きそうだもん。昇格とか多分あんま目立ってねえんだよ、特徴がねえからあんまり。おお、頼むぜ。310回転目だ。保留が変わってねえから多分ダメなんだよ。一応先読み来てんのか。ジョーズかなこれ。ジョーズにあったね、こんなレーダー。あなたの数はどこから？すっげえ敵の数だなこれ。やべえよこれ。こんだけ囲まれてたらまず無理やで。実際。でっかくて強いやつと、あの足が速いやつで、発見が赤じゃん。これ多分ダメじゃない？まあって加賀さんだよ。ゼブラとか赤タイトル持ってこいよ。はいダメ。多分ダメ。はいダメ。やめろ俺のセリフ僕。うん、あんまり人気ねえの分かるかもしれない。はい、来ない来ない。よっしゃ、はい、つまんね。200分の1でつまんねって思うから500は無理だよ。そりゃ俺も台殴るよ。はい、銀行行ってきました。はい、本当に嫌いこの台、ごめん。窓かは面白いと正直思った、最初先バレ外してもね。これやっぱダメだ、200分の1でも無理だ。でね、やばいことね、あと1時間ちょっとかな打てて、だからもう1回はなんとか当てたけど、もしかしたらノーヒットで終わっちゃうかもしんない。ノイアネネビユニコーンじゃねえこの野郎。ユニコーンって言ってみるこの野郎。バキュン、本当になったよ本当になった。あ、でも風船が弱い、ダメくせー。どこでエンタープライズゾーンとか入ったっけか。そのドゥーや、うわ普通にギリさんしちゃった、ダメだ俺。はい、この時点でハズレです。お疲れ様です。エンタープライズ出てねえし。はい、お疲れさんです。いけねえよ、ぶっ殺すのてめえ。いやつまんねえ、やっぱね、ごめんこれつまんねえ。はいダメ、はいダメダメ。よっしゃ、あれ？アカシアレンジはあるんだ。あ、こいつだ、アカシ。そういえば思い出した、これは先バレなしで当たるんかな。あら、ブルってみろや、バレなしで当たるようにしてそうだけどね。
震えろ、おら、よいしょ、やっぱそうしてるんだ。すいません、先バレがねえから帰りの調べてました。こっちで当たりました。さすがにこれはバレなしで当たるルート用意してあったか。ここは褒めたい。こうなるとあのジャックリーチが生きるんだよね。だからこの台は結局赤で当たるときは今の証しかないし、あの王道ルート SPSP の当たりはねもう金が絡まれて無理。当たってくれましたわ。さあ SS ラッシュチャレンジ200分の1をぶっ刺しましょうね。共同戦線セイレン、キョンキョン、はい、え、行った、行かねえか。ノーマルボタンブルブル、入賞時無音、ドン、おい引け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 、確かこれチャンスアップなんかあったよな。よっしゃ、どういう台だったっけこれ。まあラッシュの一緒だよね、前のセイレンにすればよかったかな。あいつ楽なんだよ、回数しなくていいから。キュン、ダメなんでしょ。ちょっとノーマルモードやめて、何か入れてみるか。ボタンブルブル、入賞時無音。あ、ちょっと電波レイや、電波なそう。お、電波だった。あ、かわいいこいつ。おお、止まれ止まれ止まった。45回転、よっと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 、はい、電柱が開きます。はい、入れます。はい、一瞬二種でぶっ刺します。取ったった。手のひら返しタイム待ってるでしょみんな。まだ返さねえよ、この俺がだよ。引き継ぎようなこの俺が泣かせたこの台、これぐらいじゃ許さねえよこの野郎。でちょっとね、歌がまずそうなんだけど、でこうなったらちょっとセイレン行こうか。はい、ということでこれが8ラウンドプラスラッシュで 57% ですね、振り分け。上に書いてあるんだ、それ読んでるだけだ。で2ラウンドプラスラッシュが 30%、 覚醒ボーナスプラスラッシュが 13% でございます。さあ82分の1を130回転、時短で引いてすぐ落ちるはやめてくださいね。これそういえばせ、あのどこだ、一瞬にしようセグ、うん、おお最高だよ、取ったぞ。さあ何ラウンドだ、ラウンドは8かな、これだと。でこの台の右の仕組みをこれから説明すると、あの普通図抽選、要はあのシードと一緒です。普通図抽選、ロング開放に当選するとこの電柱が入れて、ここに弾一発入れてここに入れてって感じなんで、揃った数字でラウンド数が決まるわけではないです。ここに入れた時に決まりますね。あ、セイレン帰れよかった、よかった当てられた。でも王道の当たりを見せてないからなとか言ったら落ちちゃう、落ちちゃうのやだ。あ、ぎじってる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 、これうわリーチだったな、ライブでね。これピタッて止まってるとダメで、もしくはねこの紫の数字が保留とか小デジなんですよ、ちっちゃいやつね。それを見ててロング変動になってたらチャンス。今のところロング変動来ないね。一応全部丸はつくんですよね、一応毎回転ここは開いてるんですよ、ただショート変動になってるだけ。カウンビクショーナイス、69回転ナイスです。取ったぞ。あ、覚醒ボスター2000個以上ってあれか、ハイパーボスターの5回に1回は覚醒に昇格するわけだ。でそうなると5セット取れると、なんだそれすげえな、おい、まあ、覚醒結構引いたんですけど。あー、またセイレンにしてた。でもセイレンだとあの著作権の問題はなさそうで、これはいい。なんだ、違和感。あ、で2でしか当たんねえんだこのモード、8ラウンド。あ、2だ、すいません、取ったって言ってすいませんでした。ちょっとモード変えさせろよ。共同戦線行こうか。エアバイブは俺しか楽しめないんで、で僕生配信でうわエアバイブ来たって嘘ついたらすっげえ怒られたんで、ちょっとそれはやらないようにしたいと思います。共同戦線マッキンキンだよ、保留に当たりいたりしないしねえか。もう3回先読んだぞお前。あー、いや今のがテンパイアオリか、先読み主体だねここは。で保留変化もあるのかなこれ、そうなるとやだな。ああ青保留で約 50%。 おおって言ったら来た、おいちょっと当たれよ、打てつか打つか、リーチかこれ。ジャベリンってどうなんだ、なんかダメくせえ気がするんだけど。よっしゃ、もしんどうせ右だべ。あれベルハーストで赤なんだけど、いやこれは言ったろ、
いいおっぱいしてんな、おい。ね、赤の子だから赤なんだろうね。よっしゃー、当たった。でもね、これそんな面白くないかもしれない。先読みが好き、あと保留変化が好きって人はおすすめできるかな。ダメくせ、このタイミング。あ、よく大丈夫でした。18ラウンド取れました。今の京都先生もう一回やるけど、あの出てくる艦隊の強さがあるんだな、これ。で、赤の、え、覚醒？覚醒？覚醒いけよ。おい、目覚めろよ。絶対目覚めるわけじゃなさそうなの。いや、目覚める絶対に。そうだよね、そんな甘いメーカーさんじゃねえよな。うん、俺も絶対そう思って。だってさ、あの通常時でさ、あの羽からの嫌がらせがあるじゃん。俺嫌がらせって呼んでるからね、あの通常時の SPSP 中の羽、あれ嫌がらせだから。あれをやるメーカーさんがさ、ラウンド中に羽が出ての嫌がらせしねえわけがねえじゃん。で、赤保留とかだったら当たりさ、そうですね。で、もちろんモードもボタンブルブルだったり、入賞時無音とか、チャンスとなりますってなってるけど、多分入賞時無音当たりになるんじゃねえか。おっしゃ、高堀当たり。ここはね、褒めたいね。赤保留は絶対に当たりにしてくれるのは。だから綾波でイライラする。で、駆逐艦はやっぱ弱いんですよ。でも赤保留なんで当たり。あとやっぱレバー引けもいていただきでございます。おい、ちょっとあとあれくれよ、覚醒ボーナス。キュンキュン行こうか。うん、ぼ完成して、ドン。いや、ダメくせ、なんか弱い、うん、よっしゃ。なんかね、さっき当たった時もっと周りのエフェクトがかかった気がする。これも先読み系か。やっぱセーレンが一番俺は合うかな。あと60回転ぐらいか。入賞時無音ってこのモードだと分かんないかもね。音がしねえんだよ。お、赤し、キュン、あれユニコーン、音とあんなのもあるんですね。あれ、いや、レインボーだけど2だよな。矢印で、あの、10ラウンド質はできるはずがないので、やはりここに入った後レインボーを出すことは可能だけど、あ、やべ、帰るの忘れた。キュンキュンモードのままだ。お、おい、もう全部埋まれば、おっしゃー、大きくなっちゃったっていいや。おい、ラフィー、あ、やなめっこ、こいつ、おし、あれ、キュンが前面になったら当たりだったかな、どっちか忘れちゃったけど、ナイス。あの、覚醒ボーナスください。取った。で、57% が8ラウンドラッシュで 13%、 これどういう仕組みなんだろうな。まあ 70% が8ラウンドで、そのうち13、そうだね、やっぱ4.5対1ぐらいか。イラストリアス、巻き波かな。あれ、なんだこれ、上見てたらなんか出てきたんだが、まさか覚醒ボーナスいったら。おい、にらめっこ、勝てや、勝てって。よっしゃ。あのさ、ラウンド中早々チャンスくれねえのに、くれても外すってどういうことやねん。じゃあヤバイブ告知いってみましょうね。ミュージックモード、これはどんなモードだったっけ。これ前もあったっけ。あったか。ああ、で、こうやってロングヘンドになって違和感があればいいってことか。あ、証が手振ったりしてくれりゃいいのか。あれ、リーチか、長えぞこれ。でもエアバイブ出てねえ。あー、そういうことね。客席からかしら手をパタパタするなら違和感が出れば当たり。あ、長いぞ、まだ。あー、ダメ、多分テンパイオリティがせやがったな、これ。どのタイミングでエアバイブするかがわからないからな、まだ。入賞時にエアバイブしたりすることもあるのか、これ。長いけど、今リーチだ、長い。ただ、あ、来た来た来た、エアバイブ。ハイパーハイパーハイパーということですね。だからウルトラマンタロウの2のあれみたいなもんだ。で、多分これモードに応じた、あの、覚醒煽りが来るんだろうね。この場合はどういう煽りになるんだろう。覚醒ボーナス煽り、おい、覚醒くれよ。これもね、なかなかにいいと思います。セイレンよりこっちの方が合うかもしれないな。セイレンの場合は毎回ショートヘンドでこう行くんで、で、リーチとかテンパイルの時はぎじってるだけなんで、こいつの方がはっきりとチャンスな変動が分かりやすいのはいいかも。変動が長くなりゃチャンスだから。で、基本保留変化とか先読みはないので、常にね、一定の期待感を持って変動長くなれってのがいい。やばいもいいかもな。これ褒めたんだから当たれや。10連チャンさせたら正直すげえと思うけど、覚醒くれよ、覚醒。長いけどポッポポがこうね、うーわー、リーチ外れたくせ、これ。あー、ダメだ、来ない、エアバイブ。あ、来た、やった、ダメかと思った、よかったよかった。2ラウンドか。これが一番みんな見たいと思うから、これにしようか。あ、共同先生の方が良かったかな。
もう一回テンパンねえかな。ただねこの歌は結構好き。ジャストベリークリクイクリ、ひらがなで書くの。やべ当たってて、で大きくなっちゃったが出るといいらしいけど。おきしゃやばい、うしゃ、よし構わねえ構わねえ。スカーレだってラッシュ中にすいません写真みたいな感じでスタッフさん来たけど、あのどういう状況か見てほしい。今いいのかなって。あ、視聴者さんはいいんですよ。お店の方はちょっとここら辺気を使っていただかないと。おいちょっとラビー、ちょっとそろそろ覚醒を味わわせる俺に。あーこれ秒数あるんだ多分。じゃあ8秒じゃ勝てねえってこと。あーダメだ、笑えよベジータ。やっぱまだあのさっきのスタッフさんの気遣いのなさにイライラしてる。いや10年練習なら十分だろって。おい全部生まれ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 、オッケー5だし当たった。おい当たってくれよ、ダメくせ、よっしゃ。ここで外れんなよお前。やっぱねあの店員さんが俺のメンタルを乱したね。あーでもそっか、ラッシュ中にピースしてる写真が欲しかったんかな。あのネタバレになるからそれはそれでやめてほしかった。ギャラいくらかな、どうしてみろ。はい、でラッシュが先ほど終わりまして悲しみの通常時を回してるんですけど、じゃあジャイロさん的に今回のアズルレンどうなのっていうと、トータルでは評価は高めです。いやー京楽さんねどんどん良くなってますよ。うん、あれだけつまんねつまんねって言って、あ評価いいんや、やっぱ連チャンしたからトネヒラ来るって思ったまきっと。ここから聞いてくれ。うん、まず通常時の先バレが出た時の演出バランスは無理です。ただこれは僕が嫌いなバランスのだけです。ただねちょっと褒める部分があって、それが あの明石チャレンジですね。救済系、これどうやら救済系のあたりにバレが絡まないので、先バレなしの変動でも赤が出るとちょっとワクワクできるの。要は海物語でいうところの泡スーパーがかかった感覚。バレなしだから明石チャレンジで当たんねえかなっていう、ここが結構ね優秀。あの先バレが救済系にも絡むってなると何の面白みもなくなっちゃうんですよ。先バレがない変動のこの箸休め的なルートを取ってあるのはすごくいい。ただその分そう作ってあるから仕方なくなっちゃってるのかもね。あの SPSP で当たる時のバランスが極端。一言で言うとバレありの時は金が出てないとダメですよ、赤系での予告で当たる時は証ですよっていう、はっきりとしたバランスになってるので、僕はこうそういうバランスちょっとダメなんですよ。僕は古い人間なのである程度ねファジー曖昧なバランスのが好きなんですよね。はっきりしてる台ってどうしても外れリーチの方が多くなるからがっかりさせられるのが嫌なんだよね途中で。これは何度も言ってるけど最後どうまだどうかなって思いたいの。ただこの曖昧なバランスはデメリットもあって、決め手となる演出が基本的にないからゴールが設定できない、どこまでもハマる気がする。この手のバランスってああもう大丈夫許されたあーっていうのがあるからいい。で次にスペックもいいかなと思ってて、あの今ってさパチンコって基本的にラッキートリガー含め恐ろしいのばっかじゃない。コンプリートした俺が言うのもなんだけど、でその中でまあ異次元トリガーとは書いてあるものの中身は009やダルマッシュなので2万円で一応チャレンジしに行こうって思えるんですよ。当てれば必ず時短がもらえて突破チャレンジは楽しめるじゃん。ちょっとは荒いけどまあライトミドルレベルで打てるよねっていう、そういう点でも僕はいいと思います。ただカスただねコンテンツは無理、うん、コンテンツは無理。まあ総合すると100点満点中80点から85点ぐらいいけるかな、もうちょい高いかも。でコンテンツはもうこれコンテンツが悪いんであって、京楽さんが悪いわけじゃないから仕方ない。この気持ち可愛らしいコンテンツは。ジャイロ技研のジャイロです。うわあ、でもこいつね殴るとね痛そう、硬い。あの初代の窓か、あれ一番面白い CR 窓かでしょ。あれねもうシーフォギアの方が面白いって言ったらセンスがなさすぎ。窓かの方が100倍面白いナイス。やっぱね視聴者さんに声かけるとなるんですよ。ありがとうございます、頑張ります。やっぱね分かってる視聴者さん、シンフォギアよりね初代マドカの方が面白いって。さあバルですけどもうダメ臭いよね。うん、なんか砂丘も弱いし保留変わってねえし、マミさんみたいなキャラいたし、あなんだこれストーリー記事か。このルートの場合どうなるんだろう。ダーン、このストーリー記事での時も保留は変わらないのかな。変わらなそうだよね。
この場合、この演出の場合は。いわゆる他の演出の場合は赤保留とかになってなきゃダメかもしれないけど、これストーリー疑似連なのに保留変化が絡むと、保留、ストーリー疑似連が死んじゃうから、多分保留変えないだと思う。はい、いらっしゃい、かがちゃん。はい、ダメ癖。はい、ダメ癖。はい、ダメ癖。タイトル変わってねえし。おい、ユニコーン。おーっと、お前が来ると思わなかった。あ、ここも光ってます、ここにも見てます。今参戦したんで。で、エンタープライズはミッドウェー海戦ではあの沈没してないんです。お前カガ、お前ミッドウェーで沈没してんだからな。カガがエンタープライズに勝つってのは歴史を間違ってんだから。でもテロップ変わってねえよ。おい引け。うわ、ダメくせ、ダメくせ、ダメくせ。よっしゃ、おい歴史改変やめろや。これ、おい復活。おっと来た。で、今タクシー料金調べてたんですよ。2万円かかる。それは死んでしまう。あ、ナイスナイス。そうだ、こういうこれあったわ。だからバレが出ても先読みないし、保留が変わってないと多分ダメなので、保留消化前にある程度見えちゃうのが嫌ですね。どっちかというと大回線まで取りましたね。オッケー、ここはクリア。おい、ふざけんな、疑似連で使いやった、ダメくせー。保留も変わってないし、金なんて出、お、いや、これなら、あ、出た出た出た、カンカンって2段落ちした。これならプッシュ、これはいいの出るね。なんだよ、制圧かよ。プッシュって言うな。じゃあでもとりあえずエンタープライズで金文字、まあエンタープライズ関係の予告じゃなくて金だからエンタープライズなんでしょうけど。さあ誰、天城なんて出てくんねえから、多分カガか赤城だよね。タイトル変わってねー。まあタイトルあんま変わんねえけど、トロップ変わってればいただけだけど変わってねー。あ、紫だ、いいね。あれ、さっきまで光ってたっけ。もうエンタープライズ来るべ。これはもう当たれよ、お前。バイブまでしてんだけど。オッケー。あれ、でもちょっと待って、いや当たったべ。あ、そうだ、思い出した。確かエンタープライズが加わると赤テロップでも外れたはずだ、これ。だからあの加賀とか赤城で赤テロップとかは当たりなんだけど、あのそのままじゃなきゃ当たりじゃなかったと記憶してる。そうだよな。でもこれは当たります。さすがにこれ外れたのも二度と打たないわ。今のはしっかり条件は満たしてくれてた。疑似3で金が出たこと、エンタープライズ出たこと、テロップのチャンスアップがあった。これで200分の1で外したらもう無理だよ。 OK、 290回転。あとここで評価するべきもう一つあって、時短でも同じのを味わえるから青年にしよう。いや、ミュージックだったかな。さあ200分、ギリギリ揺れてる。お、これなんか出てきたぞ。なん、どっか行っちゃったんだけど。でもこれリーチだ。おい、ドン、よっしゃ引いただ引いただ引いただ引きつい引きつい。でもこれどうする、どうする、なんとでもなる。まだ4時半だよね。30分継続。ちょっとちょっと、あと覚醒ボーナスください。レインボーウィーだけど覚醒ボーナスじゃないこれ、違う、覚醒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 、あとそれで今日の仕事終わり。そういう点も評価できる。先読み見たくない人は精錬かエアバイブでやればいいし、先読み中心で楽しみたい人はキュンキュンか共同戦線でやればいいから。精錬の時はもう覚醒引いてたらバチコンってくるのかな、煽りがなくて。ん、動いたぞ。よっしゃ、今のが違和感演出か。あ、1ラウンド。ここまでで分かってきたことが、あの選んだモードであの覚醒ボーナスの煽りが変わってくる。だからキュンキュンでやるとにらめっこになるし、共同戦線だとエンタープライズ煽りになるってことは、セイレーンはおそらくラウンド中にいきなり微瞬かなんかしてセイレーンが出てきて告知するんだと思います、多分。しかもここら辺のラウンドじゃないかな、多分そうだと思います。調べとけって、だって今日打つ予定なかったんだもんあとは全部精錬でいきたいと思います。で、あと60回転ぐらいしかないんじゃないこれ。お前隠してるけどデータカウンターで分かってんだよ。疑似連、あ、来た来た疑似連。3、4、5、止まるなよ。よっしゃ、内部でリーチ。おい、ちょっと待って、これやばい。あ、来た、いけ、よっしゃ、危ねえ、最高だよ。さあそれでいて8ラウンドもゲット、取ったけど、あと覚醒をねお見せしたい。今これで4ラウンド、5ラウンド目か5、6、7ラウンドのいずれかでビシュンってくるはずなんだよ、覚醒引いてたら。これ完全告知タイプでしょ、だから覚醒ボーナスも完全告知にしてるはずなのよ。ちょっと疑似連ぐらいください。4、
5、6、超えた、頼む頼む頼む、ボタン来い、ボタン来い、ボタン来い、ボタン、ああこれ当たったか、よかった、オッケー取った、うん、ちょっと覚醒ボーナスクレア、そろそろ、あー来たね、やっぱりそうだよね、だから完全告知だから覚醒ボーナスも完全告知で4ラウンド目だなこれ多分、これでこっから5セット当たりが取れて、その振り分けが2ラウンドが 30%、 8ラウンドが 70% で当たり5回取れるってことなんだね、覚醒を狙え、まあこれ打ちっぱにしてた方が良さそうだね、右を狙えで、今のが保留で 4個、保留は絶対に1分の1で当たるんですよ、で今保留4つあるんで4回当たりが来るってこと、今1個目消化です、でこれ2個目消化、これも2ラウンドですね、で打ちっぱにしててください、止めてもいいけど、あ今回は8ラウンドです、だから最悪オール2ラウンドで2ラウンド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 で8ラウンドってこともあります、逆に18ラウンド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 で8、32ラウンド追加もあります、これで今日のお仕事は終わったな、いやでもちょっと最後バイブやってみるか、これはバイブしてなくても当たる可能性がある、あーここら辺で、おいボタン、おいボタン、やべ外れだ、あーギジったギジ、4、5、止まらないで、止まらなかった、よしリーチ、ここら辺でボタン降りが来ないとやばい、あー外れたくせ、うわー、あー終わる、終わりました、タクシーのことなんか考えなくてよかったやんけ、早くていいねってね、まだ続いてほしかった、ギリギリまで、まあ余裕持って帰れるってのもあるけど、もうちょっとしてな、はいということで終了です、はいというわけで店内ですけども、アズールレーン、あのスタートのところがそんな広くなかったんですけど、思った以上に回ってくれたので、あの都内とか大阪に比べてスタートの、ね、サイズはそんな大きくないんですけど、他が綺麗だったので、となるとエヴァも結構回るかも、で昨日の方がエヴァ良かったです、マジでおすすめ、やっぱリゼロになってきますね、保留状況を見ても結構埋まってくれてるんで、こちらもぜひ1エンパチンコにもエヴァ、あ50エヴァもあるんだよ、で新エヴァリゼロとあるんでね、まあスロットやパチンコで爆死したと、でそういう時にね 0.5 エンパチンコ、1エンパチンコ、確か 0.5 エンパチンコに50エヴァいるんだよ、50エヴァぜひともおすすめですよ、1パチじゃなくても、2024年ゲスト来店、来月再来月、僕も仮だったんですけど、メスガキとか一夜行きません、女の子に取られてしまいました、まあ来月再来月もしっかりと演者さんが来るっていうことでね、皆さんもぜひ来月再来月の16日来てあげてください、でこちらが置き時、すっごいね、最大様子が2700枚だよ、これが3400枚、6000枚、あここにも出てるんだ、これ大事なのよ、であのユーザーの皆さんは何を打ってもいいわけで、勝負できる台がしっかりあるっていうのがまず大事なんですよ、次トリクラですけど、トリクラもねしっかりこういう台もあるし、ここもね合成109とよし、あで僕が打ってたのがプラスにいってる、あのあとすぐ当てられたんだけど、やっぱ当たってたんだ、だから僕はうまかったということですね、あーここもよし、今度キングハナハナですね、85台あります、はいここ約8、ちょっとこれ読めねえな、面白いホールだわ、ここも5使うんだ、厄介だなうめえなこのホール、面白いですねこのホールさん、心でもてっぺんっぽいな、ここはここは読むノーマークだったよ、お隣115、金花ね、合成124、これを抑えるな、これだからトータルすると全然利益取ってないんじゃないか、あーやっぱカード強いよ、だから見えてこなきてなかったら空いてるなやつを掘る価値があるということで、やっぱり花々強いなということで、まず花々を攻めるのが一番いいですね、リスクも少ないしね、ここでね北斗が朝一埋まって、昨日もすげえ埋まり具合で、ここだってもこれだけ初当たり引いてる、ここもこれだけ引いてる、通常ゲーム2800で13だから埋まってんだ、埋まってんだ、空いてねえわ、びっくりした、すいませんでした、4300ゲームで通常時ね17、もうこれいるでしょうね、でここも初当たり14、あそこは12で、だうわここ16、北斗無双も今やっと空き台が出たぐらい極めに入ってます、であとはモンキーターンかな、モンキーがここが4000枚まで、延々のスマスロが良かったなと思ってたんですけど、延々のスマスロ満枚です、新ホギアから8600枚、まだまだ伸びます、大人気のカラクリサーカス、朝からずっと開かない、こちら3000枚と奥が6000枚、こちらバルブレイブ万枚、お隣3000枚、すごいね、で番長砲も3800枚で、南国育ち5500枚ということで、やっぱスロットメイン
で立ち回るのが良さそうですね。しっかりパチンコもメンテナンスしてます。といったところでいろいろ見どころがある店内でした。なんか16日に注目ですね。はい、じゃあ来月シュマルちゃん、再来月マシモさん頑張ってください。ではエンディングへ。はい、お疲れ様です。ということで沖縄県初実戦は無事に勝利ということで、投資が8000個、あ、メダルもたまに換算します。で、回収が1万4400個強と、まあ、プラス6000発強。ありがとうございます。ということで、ルクソルさん。いやね、面白いホールでした。もうこの僕がね、ノーマルであれだけ読みを外されたの初めてかもしれない。ここまでこの私の読みを外したのは初めてですよ、みたいな。まるでフリーザ様が出てきそうな、そんな勢いでございます。面白かったです。もう少しね、しっかりデータを読んで、見て読み合いに勝ちたいですね。スロットのノーマルが好きなのそこなんですよ。読み合いが面白い。でルクソールさん攻略としては、角だとまあ先行2台だね、キングハナハナが2個10台ぐらいあるのかな、12台か、ここの12台だけ注目してチェック して角の狙い台決めて、その角が抑えられたら改めて真ん中あたりを探ってみる、これがルクソールさん攻略じゃないかなと思いました。はい、今ね、次ももし読んでいただけたらちょっとそこは読み合いやりたいと思うけど、次さすがに花々はもうないかもしれないね。みんな見たくないでしょ俺の花々なんて。はい、で本当ね、今演者さんを呼び始めてるんですけど、沖縄県やっぱね、演者さん呼ぶ以上出玉をアピールしようっていうのはひしひしと伝わってきたんで、来月シュマルちゃん来ます、再来月マシルちゃん来ます、その時もきっと期待できると思うんで、ぜひともね、名護市じゃなく那覇市からもね遊びに来ていただけると幸いですね。でアズールレーンの評価に関しては台の前で言ってますけど、最後言っておくと高評価85点ぐらいあります。うん、演出に関してはやっぱりちょっと合わないけども、009の感覚で打てるし、やっぱ右打ちは面白いですしね。今ちょっとねパチンコとんがってる台が多い中、まだライトミドルの感覚で打てる台ってなかなかレアですのでね、ぜひとも皆さん近くにあったら一回触れてみてください。一応ね軍資金は2万円で、それぐらいでまずはチャレンジしてみるのがいいと思いますよ。うん、2万円あればなんとかなるんじゃないかな。まあ突っ込めば5万10万負けることもあるでしょうけど、というわけでね、沖縄県楽しみましたんで、これから急いで空港に向かわないと飛行機がシュパーンっていっちゃうんで、これで上がりたいと思います。また次回も呼んでいただけると、8月9月はもう決まっちゃってるから10月以降かな、お待ちしておりますんで、ではまた、さよなら。だからこれがパチンコってやつわかる？あの流れで瞬発なわけがないんだって。流れをつかめないからみんな負け、これ負けてるな。で今つながりつかんでるでしょ、手も出ししないよ、これ来たから。